皆さんこんにちは、はるかねです。今回はね、これらの浴衣にぴったりなうちわをね作っていきたいと思います。で、材料はこちら、竹串とこういうね5センチぐらいのメモ帳というか普通の紙ですね。これ折り紙でも可愛いと思います。そして道具がハサミと糊とカッターを使って作っていきます。はい、ではまずね、カッターを使って竹ひごを切っていくんですけれども、すごくねこの指力の必要な作業なので、ちょっと子供さんにはね危ないので、必ず大人の方がやってあげてください。で、この先っぽねいらないので、ちょっとねゴリゴリっと強めに線を入れて指で折っていきます。そしてだいたいね2センチぐらいをこっちからと裏側からと削っていきます。そしてね、こっちが元の太さなんですけど、だいたい両方から削って、このぐらいの薄さになったら、これをね5つに割っていきます。たらね、だいたいこっから1センチぐらいのところで、またねゴリゴリっとちょっと強めに線を入れて、で指で折ります。はい、ではねカッターを使って形を整えていきます。そしたら外側のね、これとこれを少しね短めに切っていきます。そしてこのね真ん中の2本も、真ん中のね2本も少し切ります。ここに紙を貼り合わせていきます。はい、ではね次にこのできた軸に貼り合わせていく紙を作っていきます。2枚を重ねて貝の形にね、ホタテ貝とかの貝の形に切っていきます。こんな感じかな。で、これを貼り付けていきます。そしたら形をね整えていきます。はい、これで完成です。はい、そしてねこう人形に持たせていく時ですけれども、こういう帯つのようにね持ち手のある時はこうここへ差し込めばいいだけなんで便利なんですけど、こういう持ち手がない場合はね、透明のゴムを使って持たせていきます。持ち手がねこうない場合の人形の場合は、こういうハート型でね作ったりもねして、これピンクで作ったら結構可愛いと思います。で、透明のねこうゴムを、ヘアゴムをね使ってこう引っ掛けて持たせて、でくるっとね人形の手を一周させて、よいしょ、でこのままここへかぶせます。そしたらね結構しっかりがっちりついてくれるので、で外すときはねこのままスポッと抜いちゃえばいいのでおすすめです。こちらがね12分の1、8分の1、1/6という感じでね、竹ひごというか、まあ、竹串とか爪楊枝とかね使うと、こういうあの骨がねしっかり出た可愛い感じのリアルなね、いろんなサイズの
うちわが作れるのでおすすめです。で、おまけにね、こういう綿を巻きつけると綿菓子とかもね作れます。はい、こんな感じでね持たせてみました。で、まあ家にねあるもので簡単に作れて子供さんがすごく喜んでくれると思うので、よかったら作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録と、あとこのね動画のお友達へのシェアよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。